シネマティックスタジオさん、ありがとうございます。ありがとうございます。先日25歳になりました。20代も折り返し点です。嫌、だな、記者購入したらアラサーだ、ここで質問ですが、20代のうちにやっておいた方がいいことありますかと。20代のうちにやっておいた方がいいことは、まあ、たくさん失敗して恥かいておいた方がいいんじゃない。まあそうですね。そう、これ40とか50なんて同じことやってたら笑われる。でも20代の時は、まあ、同じ笑われるんだけども、それって先があるからってことじゃん、あの先があって何やってんだよお前っていう笑いなのと、 40、50代になってお前その年でもそんなことできるのっていうバカにされた笑いとでは質が違うので、たくさんなんかね失敗しとく方がリカバリーできるんだよ絶対。マジでそう思う。うん、そう、命に関わること以外はね、あのリカバリーが効くと思うんで、とにかくやる、考えて仮説を持ってやってみる。うん、それが絶対に、プラスになると僕は信じていますけどね。うん、まあ、大きい失敗をした時のその時の気持ちとかがあれば、いろんなことにチャレンジしやすくなったりもしますね。大体大きい失敗なんかね、大きくないよ普通は。まあ、その人からしたら大きいかもしらんけども、もう振り子の原理と一緒、もうなんかこの辺で縮こまこうやってるより もう振り切っている人がいる。失敗も大きかったけど成功もそも大きく振り切るから、とにかく自分が向上心があるんだったら、とにかく失敗を恐れずにやりきることかな。うん、はい、って感じかな。はい、ありがとうございます。はい。